全米選手権シニアは3回目いずれも4位でした。ただ昨年はライザチェックが怪我をしたために世界選手権を欠場。このアボットが出場して11位に入っています。グランプリシリーズも好調で中国大会優勝、そしてグランプリファイナルでも優勝しましたジェレミー・アボット。さあ全米チャンピオンに向けてのスタート。回転をやめてきましたね。やらなかったですね。トリプルフリップ。トリプルアクセル、もう綺麗に決まりました。トリプルサルコ、トリプルアクセル、ダブルトーループ。いい感じで来ています。ジェレミー・アボット、バランスを崩しましたがコンビネーションをつけてきましたね。はい、それはとっさの判断だったんですか。コンビネーションをやらなければいけない状態ですよね。最初にトリプルアクセルを単発で飛んでますので。そうですね、はい。ダブルトーループ、ダブルトーループ、トリプルトーループの予定だったんですが、はい、空中でバランスを崩して、とっさにダブルに変えましたね。トリプルループの予定がシングルループ、はいはい、ショートプログラムに比べてちょっとこうジャンプに余裕がないんでしょうか。トップ出ている重圧なのか。ダブルアクセル、トリプルトーループ、手をつきました。
新チャンピオン誕生なるんでしょうか。ショートプログラム1位だったジェレミー・アボット、フリースケーティングの演技が終わりました。いかがでしたか。そうですね、やはりジャンプの流れがショートプログラムに、ショートプログラムより少し悪かったかなと思いますね。前半の3つのジャンプは非常に綺麗に決まりました。はい、後半のジャンプですね。そうですね、1.1倍、基礎点 1.1 倍もらえるところで GOE のところでプラスをもらえるようなジャンプがなかったので、もしかするとテクニカルはいまいち人伸びないかもしれないですね。でセカンドマークの方はやはり滑り、スピン、表現力、トランジション、そういった面では高い評価をもらうと思うんですが、エレメンツの方が